ナウエル・ウアピコは、アルゼンチン・パタゴニア地域のリオネグロ州とネウケン州に、ある氷河湖。ナウエル・ウアピコ国立公園の一部である。湖のくぼみは、断層や、中心よの谷に沿って削られた、いくつかの氷河谷からなり、谷は後に、モレーンによってせき止められた。湖面面積は529平方キロメートル、湖面標高は710メートル。 2007年の測定による最大水深は438メートルである。2011年6月にリンゴ国チリで起こったプジェウェコルドン・カウジェ火山群の噴火では、ナウエル・アピコの湖面の一部が火山灰に覆われた。7本の腕上の腕を持ち、それぞれの腕はブレスとウエムル、デラトリステイサ、カンパナリオ、マチエーテ、デル・リンコーン。 ウルティマエスペーランサと呼ばれている。グティエレス湖やモレーノ湖、エスペーホコ、コレントウソコなどの小規模な湖とつながっている。深い青色の湖面には、ビクトリア島などいくつかの島がある。ウエムル島では、ウエムルプロジェクトという核融合に関するアルゼンチンの秘密研究プロジェクトが進行している。湖の名称は、マクチェコによるビクトリア島の名称に由来しているが、 ナウエルという単語には、魔術によって、ジャガーに変えられてしまった人という意味もある。息を飲むような、美しさの湖は、ニジマス、ブラウントラウト、カワマスなどの住みとなっており、世界中の釣り人を魅了している。太平洋や大西洋から遠く離れた高所にあるにも、かかわらず、主に海洋部に生息する南ヨセグロカモメヤウの住みであるという奇妙な事実がある。 湖の透き通った水は気候の変化に非常に敏感であり、摂取7度の平均表面温度は美しさと危険性の両方を生み出しており、湖水浴客は低体温症に注意する必要がある。ナウエル・アピコや隣接する湖ではカヤックが人気のスポーツである。湖からはリマイ川が流出しており、やがてネウケン川と合流してネグロ川となる。アルゼンチンとチリの国境付近には トロナドル山があり、チリの恐るの山からも近い。20世紀初頭湖の深部に巨大生物が住んでいるという噂が囁ささかれた。この生物は地元では、ナウエリートという名前で知られ、その目撃報告は、スコットランドネスコのネッシー目撃団や、アーサー・コナンドイルの失われた世界観光に先行している。地元先住民のマプチェ族も、 近隣のラカルコに現れたエルクエロと呼ぶ別の未知の生物について言及している。先住民は歯を持つ海牛のようだと表現しており、プレシオサウルスのような生物としてナウエディートよりも報告が一貫している。1922年、ブエノスアイレス動物園の調査団が湖を訪れて、戦史時代の生物の目撃報告の裏付けに挑んだが、 未知の生物が存在するという仮説を指示する証拠は何一つ得られなかった。ありがとうございます。